6カ国会議では会えなかったが、まさかここで君と再会できるとはな。すでに聞いているかもしれないが、各名士たちはそれぞれ新たな蛮神対策に乗り出しているのだ。我がイシュガルドもバネバヌ族の長老をお招きして今後の対応を話し合うところだよ。帝国との戦いも最終局面を迎えようとしている今、エスティニアンの力も借りたいところだが、相変わらず根なし草でなかなか捕まらない。石の家には少し前に顔を出したのだろう。次に会うことがあればよろしく伝えておいてくれ。ところで君はどういった要件でコートに？なるほど、テンパード化の治療。暁の考えることは途方もないな。蛮神対策の大きな助けにもなるだろう。となれば急ぎ気候坊と掛け合ってなるべく多くの聖輪数を用立てるとしよう。輸送にはイシュガルドの飛空艇を使うといい。我々もできることを全力でやる。君たちに最大限の助力をさせてくれ。水のバレルがあんなに重いなんて。あなたは人に運んでもらったみたいね。私も変な意地張らないでそうすればよかったわ。二人ともお疲れさん。しかし渡した手形以上の量があるようだが。そうか、アイメリク卿が助かるぜ。こっちも初期設定は無事に終わってる。術式やら何やら大変ではあったが、頼もしい助っ人が来てくれたからな。よう、久しぶりだな。テンパードの治療なんぞに興味はないが、アラグの連中ですらできなかったことをやるんだろう。
だったら俺がいなくちゃ始まらない。そうだろう、ガロンド。それが請求書だけ置いてとんずらした奴のセリフか。苦労して捕まえたんだ。うちの社員として給料分以上に働いてもらうぞ。ま、他にも付き合ってやる理由はある。どこぞの未来では天才技術者たちが次元と時空を超える理論を確立したとか。功績の9割は俺様、1割がガーロンドってとこだろ。悪いが俺は未来の自分にだって負けるつもりはないんでね。この研究も踏み台にさせてもらう。なら俺は1割だけだが、お前一人じゃたどり着けない1割を担うとしよう。はっ、勝手に言ってろ。そういえば視覚石を使っての治療、あの方法論も大いに参考になった。ミコトのエーテル学の知見は大したものだよ。さて、準備も無事に終わったことだ。シミュレーションを開始するぞ。問題なく始まったな。あとはこいつが術式を見つけるまで待つだけだ。お前はゆっくりしといてくれ。まずい、負荷がかかりすぎたか。親方、このままじゃ壊れちまうんす。くそ、止めるしかないか。待ってくれ、もう少し、あと少しで術式が導き出せそうなんだ。おっと、こりゃダメかも。もうすぐ、頼む。来た。大丈夫、消える前に術式は覚えた。これなら理論上はいけるはず。テンパード化の治療がきっとできる。ダメっす、全部お釈迦になっちまったっす。悪い、俺が止めるなって言ったから。なーに、構わないさ。時空超越理論には遠く及ばないが、テンパードの治療はきっとこの先の世界を変えるだろう。お前たちが紡ぐ新たな未来に貢献できたんだ。それに比べれば魔導端末なんて安いもんだぜ。
ありがとう。さて、俺たちが協力できるのはここまでだ。あとはお前たちに任せたぞ。